マリー・ランバート・マリー・ランバート、マリー・ランベールは、ワルシャワ出身の舞踊家、バレエ教師。バレエリュスの春の祭典振付に協力し、後に投影して、イギリスのバレエを基礎づけた。ユダヤ系ポーランド人であり、本名は、シビア・ランベルグ。他にも数々の変名を名乗ったために、ランバハやランバンという性も伝えられている。1905年に起こった。 ロシア第一革命の影響で政治運動に興味を持つ。心配した両親によって医者であるおばが住むパリに留学させられるが、学業には身を入れず、モンマルトルのキャバレーやナイトクラブで遊び歩き、芸術家たちと交流を持った。この頃、本名、シビアの愛称、聖者が、フランス語では、聖者と聞こえることを嫌い、また、フランス人がたびたび、 ランベルクを、ランベールと発音したため、ミリアム・ランベールと名乗る。もともと踊り好きであったが、イサドラ・ダンカンの舞台を見て、ダンサーを志す。その後、友人の勧めにより、ジュネーブで行われたリトミックの夏季講習に参加したことがきっかけで、3年半にわたり、エミール・ジャック・ダルクローズの下でリトミックを学ぶ。ドレスデン近郊のヘレラウニ・ダルクローズの学校が開設されると、 ランベールも同行した。1912年、バレーリュスの主催者、セルゲー・ディアギレフと同団の振付師、バーツラフ・フニジンスキーが、当時着手していた、春の祭典の振付のヒントを求めて、ヘレラを訪問したことが起源となり、バレーリュスに協力、ニジンスキーの助手として、春の祭典の振付に助言を与え、団員にダルクローズ流のリズム教育を行った。その一方で、 バレエリュスの指導者、エンリコ・ジェケッティに支持し、初めて本格的にバレエのレッスンを受ける。1918年に都営し、イギリスの市民権を獲得、マリー・ランバートと名乗る。1920年にロンドンで自分の最初のバレエ学校を開校し、1926年にロンドンに自らのバレエ団であるバレエクラブを結成。 かつてバレエリースで活躍したタマーラカル・サビナやアリシア・マルコ・アラの協力を得ながらフレデリック・アシュトンやアントニー・チューダーラ、後にイギリスにおけるバレエの基礎を築くことになる振付家を育成した。1962年にはナイトに相当するデームに助せられた。1979年には春の祭典のニジンスキーの振付を復元するためにミリセント・ホドソンに協力し、 詳細な振付や自ら振付を書き込んだストラビンスキーの実筆譜などを提供。復元は彼女の死後1987年に完成した。ランバートから言葉バンク、鈴木明、二人スキー人の同家新書館、1998年261ページ、鈴木明、前景書、260ページ AB 鈴木明、前景書、 263ページランベールがバレエに興味を持っており、ロシア語やポーランド語が話せたことから、ダルクローズが推薦した。団員からは、リトミー・チカの愛称で呼ばれた。A.B. 岩波ケンブリッジ世界人名事典、岩波書店、1997年、マリ・フランソワー,ーズ・クリスト、佐藤敏子役、バレエの歴史白水者、1970年、137ページ、 三浦正史、バレエ入門新書館、2000年、141ページ。ありがとうございます。